はい、投資信託を考える第112回ということで、久々に個別の銘柄とか個別の投資をやりたいなということで、まあ、リクエストにお答えしてっていう形なんですが、ピンクダイヤモンドという商品を取り上げてくれということで、LINE の方いただきましたんで、見てみたいなということでありますが、あんまりその個別、まあ、特にそのオーストラリア株について個別になんとかっていうのはなかなか、なんでしょうね、その中身の銘柄がどうだって言われると、さすがにちょっと、なんともよくわかんない部分もありますんで、一般的な投資というか、そのオーストラリア株が今どういう立ち位置にいるのかっていうこととか、で、このファンドは、じゃあ、ちょっとそれで考えてどうなのかっていうところを、ざっくり見てみたいなというところであります。では、資料の方見ていきましょう。はい。ということで、オーストラリア株ファンドを見直してみるということで、オーストラリア株ファンド、まあ、国内で言えば、レック・メイソンのオーストラリア高配当株ファンドが、まあ、圧倒的なシェアを占めているわけなんですが、まあ、あれがいいのかどうかっていうのはまた置いといてですね、まあ、置いとかないんですけど、それも含めてちょっと見直していきたいなっていうことなんですね。で、そのピンクダイヤモンドって日興の商品で、オーストラリア株ファンドみたいな商品なんですけど、で、愛称ピンクダイヤモンドってやつなんですけど、なんか怪しい名前ですよね。なんかね、ピンクダイヤモンドってね。里のダイヤモンドとかだったら結構早そうな感じがしますが、まあ、そんな、内容でありますが、まあ、基本的には、オーストラリア株の現状のところを見ていきたいと思います。で、まずは、オーストラリア株の、なんでしょうね、特徴です。以前、随分前に、レック・メイソンの方で、オーストラリア株とか、その経済の状況とかどうなんだって、その辺で話してますし、あと、債券の目っていう昔やってた動画シリーズで、為替の方とかその国の話は随分してるので、その辺も合わせて見ていただいたらいいかなと思うんですが、配当利回りが高いというのが特徴の一つであります。先進国の株としては配当利回りは多分一番高いと言ってもいい水準であります。ちょっと下がってきてますが、それでもまだ高いと。あと長期間続くプラス成長ということで、25年ぐらいですか、プラス成長が続いているというような特徴を持っております。経済 GDP 成長率がプラスだということですね。で、あと人口増加による内需拡大ということで、人口が増えている国であります。で、その辺の話、レックメイソンの方で、お話をしているところでありますが、相続税がかからないとかね、まあ、そんなそういった政策があって、で、あと、移民の受け入れも積極的ではあるんですけど、かなりその有能な人を受け入れる体制を整えているということで、人口が増えているということで、今までは資源国だったね、鉄鉱石とか、ボーキサイトとか、そういうのを中国とかに輸出しているよねっていう、そんな国のイメージだったと思うんですが、単純に資源国だよねっていうイメージだったと思うんですが、内需が拡大しているんだよっていうのが、レックメイソンの方の売りなわけですよね。で、そうは言いながら資源関連株も多いと。あと、為替に関しては結構資源の価格に左右される部分もあるよということであります。で、配当利回りの部分だけざっと見てみましょう。オーストラリアの配当利回り、S&P ASX200 という指数の、配当利回りで見ていくと 4.5% あります。大体。アメリカとか日本がこんなもんですから、アメリカと日本が逆のような気がしますね。すいません。日本の方が少ないはずなんで。逆でありますね、はい。で、ドイツ、イギリスと、こんな形でありますね。まあ、オーストラリアが高いということです。そして、まあ、配当利回りは高いから、毎月分配型ファンドであってもそれなりに分配金は出せる資金があるんだぜっていうことは、まあまあ一つそれはそうなんでしょうっていうところなんですが、じゃあオーストラリア株全体的にどうなのよって、今の位置づけどうなのよ、成長してんの、株価上がってんのっていうところで見ると、こんな形であります。3年間の推移なんですが、3年間かけて、下がって戻って変わってませんっていう感じです。結局、この3年間を取ったら、まあ、日本株も上がってるし、当然米株も上がってるし、まあ、ここのところ調整していたとはいえ、当然上がってるプラスなわけですよね。
なのにオーストラリアは上がっていないというのがこのやべえところであります。ちょっとこっちのチャートで見ちゃいますが、まあ、日本株だったらこのようにやっぱり上がってるわけですよね。そこまで、まあ、3年前確かに高かったですから、そこまでじゃないかもしれないですけど、10% は上がっているというところです。米株なんかもうちょっと上がってるんでしょうね。3年、随分上がってますよね、やっぱりね。 30% ぐらい上がってる、 35% ぐらい上がってるっていう感じになってますから、って思うとですよ、オーストラリア株のファンドを選ぶ意味はあるのかどうかっていうところはまず一つ疑問だと思ってください。だからいくつかファンドを持っていて、日本株のファンド も持ってる、ひふみとかね、そんなの持ってる、 J リバイブとか持ってるとか、なんでもいいんですけど、まあ、トピックス、インデックスとかなんでもいいんですけど、日本株のファンド持ってる。で、先進国、アメリカ、米株のファンドも持ってるとか、先進国ファンド持ってるとか。で、その中で、じゃあ、オーストラリアがちょっとないから、オーストラリア株ファンドを組み入れようってことで、一つ入れるっていうことであればいいのかもしれないですが、ストレートにオーストラリア株ファンドだけで、儲けるぜ、みたいなことで、儲けられるのかって思うと、ちょっとどうなのよっていう感じではあります。まあ、過去3年間見た感じではそういうことだよってことなんで、この先そのまんまダメなのかどうかわかんないですけどね、もちろんね。ただこの成長に乗り切れてないっていうのがオーストラリアの現状であります。で、オーストラリア株ファンドで見てみましょう。国内で十何本オーストラリアの株式ファンドがありまして、でその中でもストレートのオーストラリア株ファンド、通貨選択とかがないものってのは本当に少なくて10もないぐらいでした。純資産額の多い順番に5つ、ここに並べてありますが、リターン1年、3年、5年、これ年率であります。5年リターンで見ると全部プラスなんですが、3年、1年ではマイナスであります。やばいです。5年リターンなんて日本株とかアメリカ株だったら当然プラスになってるわけですよ。アベノミクスが始まったばっかりの時でしたし、世界の経済も良くなってきたタイミングだったので、5年だったらそれはもちろんプラスになってるはずなんですね。それなのに年平均の成長率が 3% しかないっていうことですね。これ大体成長率ちょっと低すぎはしませんかっていうのがオーストラリアの今現状だと思ってください。1年に関しては平均で 8% とかマイナスになってますんでね。そんなバカなって感じですよ。で、一応信託報酬もこの辺のけました。 2.6 とか7とか8とかそんな感じであります。っていうのがオーストラリア株ファンドの代表的な5銘柄であります。で、レックメイソンをお持ちの方とかちょっと最近買い付けが再開されたんで、交流が再開されたんでちょっと気になってるって方はそっちの動画がありますんで、下にリンクを、タイミングがあれば貼っておきますので、そちらをご覧いただきたいなと思います。で、今回はピンクダイヤモンドの、ね、話だけ、ちらっと見ますね。こちらであります、基準価格、今日、4月19日、2018年4月19日現在で、8507円ということであります。分配金が毎月150円出てる。レックメイソンと一緒ですかね。今100円とかになってるんですかね。ちょっと忘れましたけど。なので、分配金利前は 21.16% になります。150×12。まあ、税金考慮せずです。150×12 が、ペンでやりたかったですね、俺はね。が、1800ですよね。全然ダメですね。やめましょう。で、1800割る8507が 21.16% になります。で、組入れ銘柄の予想配当利回り、この中身の株式の、加重平均配当利回りということだと思いますが、が 4.9% と月次レポートに書いてありました。
オーストラリア株の平均から比べると大きいんですが、21.16% から 4.9%。この 21.16% 分毎月出しちゃうわけですよね。で、ただ、株価が全く変わらなかったとして、毎月の、毎年のリターン 4.9% しかないってことなので、ざっくり 16% 毎年純資産は減っていくってことです。だから、この 16% もう必然的に減ってしまうこの仕組み、分配金を毎月出すことによって 16% 毎月純資産額が減っていってしまうということに対して、このファンドとしては何をしなきゃいけないかというと、為替の利益と株式の値上がり利益を合わせて 16% 成長させなければいけないということ。そうしないと基準価格はどんどん下がっていくということです。で、さっきの株価指数を見る限り、そんなにこう株価が上がっていくような感じではなかった。ただ5年リターンで見ると案外そうでもないかもしれないですけどね。5年リターンで見ると 3% ですから、これがかける5ってことですよね。だから 15% ぐらいプラスになってるってことなんで、5年リターンで見るとトントンくらい、短期的に見ると負けということです。まあ、しかもそれよりちょっとあの遅れてる銘柄もありますんで、必ずしも全部がそうっていうわけではないんですが、っていうことですので、で、この数字自体は信託報酬加味してませんので、これに信託報酬が乗っかってくるっていうことを考えると、もうちょっと稼がなきゃいけないわけですね。プラス 2%、1.7% ぐらい稼がなきゃいけないってことは、17%、18% ぐらい成長させなきゃいけないということであります。それが、できないと基準価格は減っていってしまいますよっていう、まあ、あの、毎月分配型ファンドの宿命ですからね。で、まあ、いつも言ってますが、毎月分配型ファンドは、もう基本切り崩していく商品だということを前提で買ってくれと。なので、毎月これぐらいの収入を得たい。で、もう切り崩していく前提で年金みたいな形で、切り崩して受け取っていくんだ。年金保険だと。そんなつもりで受け取っていただいた方がいいと、思ってますんで。そういうところ、そういったところまで含めて理解していただいた上でお持ちいただくならいいかなと。21.16%。ストレートのファンドで 21% も出すのはなかなか最近少なくなってきましたからね。こんな、めちゃくちゃな分配ファンド。まあ、この毎月分配が人気なくなってきた中、まだ踏ん張っているところであります。一応業種別の組入り比率だけ乗っけておきました。軽く乗っけておきました。銀行が一番高い。やっぱり、時価総額ベースとかで見たりするんで、銀行の割合が高くなります。あと素材ですね。資源系 14%、あとエネルギーが 9.8% ということになっています。はい、そんな、オーストラリアインカム株式ファンドということでですね。まあ、ご興味あれば、見てあげてもいいんですが、ちょっとこうオーストラリア株に対するいい、イメージが湧かないというところもあったかと思います。で、その、まあ、またその今やっと落ち着いたんでよかったです。日中貿易戦争みたいなところがあって、でアメリカが中国の鉄を買わないみたいな、鉄とアルミを買わないとかってことになると、当然その中国 自身の鉄鉱石の需要っていうのが減りますんで、そうするとオーストラリア大打撃だったよねっていうところも、まあ、最近の難聴さにこう拍車をかけていたところだったのかなというところもあります。で、あと為替だけちょっと見ましょうね。ちょっと簡単になってしまいますが、資料で出しゃいいんですけどね、すいません。5ドルそんなに冴えません。ちょっとやっぱり円高方向やっと戻ってきた。まあ、米ドルとそんなに動きが乖離してるわけじゃないっていうことなんだと思うんですが、ちょっと長い足、2年ぐらいで見ても、そんなに、だから株の成長と為替の成長、為替がどんどん円安になっていくっていうことと、で、オーストラリアの株式が上がっていって 18% とかっていうのを叩き出さなきゃいけないので、こんなことじゃダメなんですよ。もっと円安になっていかないと、ダメなんですね。で、基本的に毎月分配型ファンド、その海外ものの毎月分配型ファンドというのは、為替の益の寄与度が大きい。為替の益が出てるからこそ、分配金が出せるみたいな商品性のものが多いので、ちょっとこういうことでは、分配金は出し切れなくなってしまう日がそのうち来るのでしょう。このままのペースでいくと、6年ぐらいで、5、6年で分配金出せなくなりますんで、5、
5年ぐらいかな、実際。なります。っていうことになると、まあ、株価が成長していかない限りは、多分1、2年ぐらいで分配金を下げるという判断になるかなと思いますので、その辺を、中身ご理解していただいた上で、お持ちいただくとよろしいのかなということであります。お知らせはちょっと寂しい限りなんですけどね、LINE の LINE アットを、開いておりますので、たまに情報をお送りしております。あんまり送ると、登録解除とかされちゃうと悲しいので、あんまり送ってないですが、推奨銘柄とかの情報を送ったりとかですね、たまに直接いろいろやり取りをさせていただいたりしておりますので、ぜひご登録ください。hospitality.com というサイトでたまに、コラムを、ま、2ヶ月に1回ぐらい書いておりますので、そちらも下にリンク貼ってありますので、ご覧いただくとよろしいかなと思っております。ということで、ご質問ご要望、動画の広告出稿、スポンサーさんとかつかないですかね、執筆講演のご依頼、行政書士としてのご依頼、FP としてのご依頼、なんかあと資格の取得のする勉強を教えてくれとか、そんなのもやったりしておりますので、宅建取らなきゃいけないとかですね、今の時期多いんですけどね、はい、というご要望あればご連絡いただければなと思っております。ということで、オーストラリアのオーストラリア株ファンドということだったんですが、思いのほかちょっとこうパフォーマンスが悪いなっていう印象でした。私としてはな、パフォーマンスが悪かったからこれから良くなるんじゃないかっていう考え方もあると思いますし、なんかあんま冴えないんだなってそのまんまストレートに思ってしまうのもしょうがないのかなっていうところだと思います。あと一応2022年が消化目なんですね、ピンクダイヤモンド、ちょっとそのまあ延長するのかどうなのか分かんないですけど、純資産額がそんなにないのでですね、29億30億ぐらいしかないので、ちょっとどうなのかなっていうか、あの2022年あと4年経ったら解散しちゃうかもしれないっていうのはネットに置かれていただくといいかなと。やっぱ日興の商品なんで、日興アセットの商品なんで、まあ、日興アセットは日興証券と関係ないんですけど、実は。ややこしいんですね、あれね。ちょっとどうなのかなっていうところは思ったりしております。はい、ですね、っていう、ちょっとあんまり私の評価はあまり良くない感じになってしまって申し訳ないんですが、そうですね、ファンドだ、他のオーストラリア株ファンドと比較してみたいなことで、見て、じゃあ何が違うのかって言われると、そんなにっていう感じです、正直なところ。あの配当利回りもレックメイソンの方が多分中身の配当利回り高かったはずです。 5. 何パーセントレックメイソンの方がありましたんで、と思うとこの商品は何が売りなんだろうって感じです。まあ、5年、この中で見ると数字自体は安定してるのかなっていう感じがするんですね。5年リターンが、まあ、2番目にいいし、で、3年リターン、1年リターンのマイナスもそこまで大きくない。1年リターンだったらマイナス少ないし、みたいな感じなんで、まあ、ややパフォーマンス悪くない、いい方、ぐらいっていうところなので、まあ、その辺が評価してあげられるポイントなのかなとは思いますが、オーストラリア株自体がちょっと難聴だねっていう、まあ、そんなところかなと思っておりますので、はい、ということでありまして、投資信託を考える第112回以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。